今日は10分間の正月太り解消、そして予防のためのワークアウトを紹介します。ぜひ見ながら一緒にやってみてください。また初心者の人も一緒にできるように、ちょっと小さめの枠で流していくので、初心者の人はそっちのちょっと難易度を下げた方で一緒に行ってください。それでは早速始めていきます。3, 2, 1, rest. 3.
で、まあ、この年末年始、会食自粛しても、まあ、家とかで、食べる機会も多いと思うので、ぜひ、まあ、このワークアウトで、代謝をしっかり上げて、まあ、普段から、太りにくい体を作っていけるように、まあ、作っていくことを目標に、頑張ってやってみてください。ご視聴ありがとうございました。